スカイマークスタジアムです。皆さんこんばんは。オリックスバファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス23回戦の模様をお送りいたします。現在最下位のバファロー、イーグルスとの2連戦最終日です。解説席には青谷関さん、黒木智弘さん、お二方どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、そして現地の様子を伝えてくれるリポーターです。はい、こんばんは。私たちがホームランやピッチングの談話を聞いてまいります。よろしくお願いします。はい、今日もリポートよろしくお願いします。はい、お待たせいたしました。マウンド上の先発ピッチャー、小松、中9日を置いてのマウンドとなります。さあ、どんな投球を見せるのか。1回の表、イーグルスの攻撃、先頭のバッター、渡辺直人。オリックス対楽天、その2連戦、2戦目の模様をご覧いただいています。最初の1球は何か。初球から打った、痛烈な当たり、打ち上げてレフト。さあ、次はどう攻めるか。低いボールを打って、ライン際際どいか。一塁楽々アウトです。ファーストゴロに終わっています。打順は次に変わります。高杉、最近3試合での打撃成績なんです。13打数の6安打、第1球です。外目のボールから来ました。ワンストライクです。オリックス対楽天、23回戦の模様をお送りしています。2投目はあっと打った、抑えました。ショートフライに倒れました。次のバッターです。月平、左のバッターボックスです。先頭バッターは内野ゴロ、その後内野フライに打ち取りました。最初は見ていきます。ワンナッシングです。イーグルス、今日のゲームはどんな展開を見せるのでしょうか。しっかり捉えた。ファーストが抑えます。一塁へ送ります。これは一塁アウトでフリーアウトチェンジです。1回の表が終了しています。イーグルス3人で攻撃を終了しています。キャッチャー元広島、ファーストベースメンベルナ。対します、イーグルスの先発ピッチャーラズナー。前の登板は結局勝敗には無関係でした。バファローズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。1回の裏、バファローズの攻撃、対するこの回の先頭坂口、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければなりません。過去3試合の打撃成績なんです。13打数の4安打。打ちました。ショートへの打球、取った。一塁送球、アウト。ショートゴロに終わりました。次のバッターが入ります。大村、左ボックスに入りました。まずはワンアウトにしています。低め打って取りました。一塁に送ります。一塁アウト、アウトです。ショートゴロに倒れました。そしてクリーンアップへと続きます。カブレラ、右バッターボックスに入ります。先頭打者は内野ゴロ、その後続けての内野ゴロで2アウト。どこから狙うか。最初はチェンジアップを持ってきました。ワンストライクです。この回まず2アウトを取っています。ボール、ワンエンドワンになりました。まずはバッター2人を打ち取っています。3球目はどうする。わずかに外れてワンツー。2アウトになっています。さあ、バッターちょっと有利か。カットボール、これは釣り球、引っかかりません。マウンドの先発ピッチャーラズナ、外角低めのストライク、微妙なところを攻めてきます。今の罰について
球を聞きますが、田尾さん、変化球だったんですけどね。はい、1点先制します。初回から主導権を取っていきます。打順が変わります。ローアメリカ出身、今回あっという間にツーアウトになりました。しかしその後ホームランを許しています。これも強い当たりだ。抑えた。しかしこれはショートが抑えています。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあイーグルス、この後 DH から始まります。2回の表イーグルスの攻撃。この回の先頭バッター山崎隆、今日の第1打席になります。今シーズンのアベレージ3割1分、そしてホームランの数が28となっています。初球はどうか。初球スライダーで入りました。ワンナッシングです。山崎隆、プロ入り後の通算打率、その数字なんですが2割6分8厘です。プロ入り23年目での成績です。低いところへ決めてきました。カウント2ストライクノーボールです。に追いつきました。打順が移ります。セニノール、今日最初のバッターボックスです。フェルナンド・セニノール、ナンバーファイ。さあ今日の第一打席です。低めから攻めていきます。ストライク狙ってきたんでしょうか。ここまでは両チーム1本ずつのホームランが出ています。次の2投目、これも落ちた。ボールカウント1エンド1。前のゲームまで3試合の成績ご紹介しましょう。14打数の4安打、そしてホームランが2本あります。今度は大きな変化球で見せます。カウント2エンド1。はい、イーグルス側です。はい、どうぞ。ホームランの談話を取ってまいりました。打ったボールは落ちる球、おそらくフォークボール、とにかく思いっきり叩きつけようと思ってましたということでした。山口さんどうぞ。三塁側のコメントを届けてくれました。これも強烈な打球、変化球打った。打球はピッチャーの横、ピッチャー取った。一塁送球、一塁、これはアウトになります。そしてバッターは6番草野、左打席に入っています。ここまでのアベレージ3割4分7厘のアベレージ、そして打点数は58となっています。初球空振りになりました。ワンストライクノーボール。すでに1点を許しています。落ちるボール打った。これはファースト、ファーストが取ります。一塁、これはアウト、ファーストゴロに倒れました。打順が変わります。宮部、右のバッターボックスです。ここまでは両チームともにヒットは1本となっています。まずはストーンと落としてきました。ワンストライクです。ツーアウトランナーなし。2球目はどうでしょう。これは入りません。ワンエンドワンになりました。になっています。おお、これは見送ってボール。ボールカウント1エンド2。1対1、この回同点に追いついてきました。おっと、今度は変化球、平行カウント2エンド2。さあ5球目、
わずかに外れて2-3。バット出ませんでしたね。はい、バットは出ませんでした。さあ、2-3になった。3アウトチェンジ。バットに当てさせませんでした。三振です。さあバファローズ、次の攻撃は5番からということになります。2回の裏、バファローズの攻撃、5番からの打順になります。ラロッカ、右打席に入っています。初回からの失点、苦しいスタートとなっています。最初の1球、最初はストライク、ワンストライク、ノーボール。ラズナ、今日も先発での登板となりました。まだ1安打しか許していません。その1本がホームランでした。膝元へ持ってきました。それにしても思い切って振ってきましたね。スイングが豪快にいきました。さあ決め球を見せるか。きれいに抜けた。ノーアウトから勝ち越しのランナーが出る。ランナー出塁。ピッチャーのマウンドさばきに注目です。こういう場面はですね、牽制の前ピッチャー本当に得ですよ。いやー、黒木さんも上手かったじゃないですか。そして打順が変わります。下山、いきなりランナーを背負っています。初球はボールになりました。この球はボールになります。今日最初のバッターボックスです。この球はどうでしょう。決めてきました。ワンストライク、ワンボール。この回ヒットを打たれています。さあ次の3球目、インコース高めのストライク。これで追い込みました。ボールです。カウント2エンド2。次が5球目、変化球打って右へ。あっとライトの前に落ちた。ファーストランナー2塁回った。ヒットになります。そして7番阿部。バッターボックスです。まあ点取られてね、嫌なムードでしたけど、チャンスできましたね。ですね。得点まで期待、この場面です。いきなりランナーストレート、ちょっと上がった。さあこれはランナータッチアップでしょう。ボールが返ってきたが、三塁ランナーホームイン。打ち上げられました。三塁ランナーは余裕でホームイン。今の場面もう一度見ていただきます。そして次のバッターとなります。横山、打席に入ります。この回勝ち越しを許しています。初球から打った、いい当たり、センターへ上がった。取ってアウトが2つになりました。センターライナーに倒れました。そして次のバッターを迎えます。山崎浩二、右バッターボックスに入ります。今日の1打席目になります。初球です。まずは初球見送りました。ワンストライクです。2対1、バファローズがリードしています。次の2球目、外を、ボールカウント2ストライク。さあ追い込んだ。これはボールです。ボールカウント2エンド1。イーグルス、この後8番から始まります。バファローズランスリーのコーナーです。ビジョンに映し出されるカーレースをお楽しみください。では早速スタートしましょう。
3回の表イーグルスの攻撃、そしてこの回の先頭中村雅人打席に入ります。ノーアウトランナーありません。タオさん、ここはどうすればいいでしょう。やっぱまず同点ですよ。はい、この場面はとにかく塁に出なければなりません。まずスライダーを持ってきました。ワンストライク。バファローズファンでいっぱいのスカイマークスタジアムから実況生中継でお送りしております。外れています。平行カウント1エンド1。両チーム1本ずつのホームランというこのゲームです。これも落としてきた。1エンド2です。小松、1点のリードをもらってのマウンドになります。これも落としてきました。1ストライク3ボール。小松、この試合先発で登板しました。3イニング目ということになります。さあ何を見せるか。ストレートできました。いいところへ決めてきます。思い切って振りましたがバットに当たりません。もう一度振り返りましょう。そして次の9番島、今日の第一打席に入りました。この日の島、今日最初のバッターボックスです。外から攻めていきます。ワンボールです。過去3試合の打撃成績なんですが、11打数の2安打、2球目はどうか。ストライクになります。ワンストライクワンボール。今シーズンの打率をご紹介しましょう。2割1分3厘のアベル、そして打点の数は26となっています。さあ3球目アウトコース。ちょっとピッチャーをね助けちゃいましたね。はい、そのボール球を振って空振りです。さあ4球目、このチェンジアップは枠に入りません。平行カウント2エンド2。さあ5球目、打った。これはセカンド取って一塁送ります。一塁これは悠々アウトです。これで打者一巡となります。渡辺直樹、この回まずバッター2人を打ち取りました。低めのボール打ってセンターへの打球になりました。あれは取れない。ワンバウンドヒット。打ったバッターはセカンドへ。ツーベースヒット。センターへヒットを打ちました。さあ、得点シーンを期待しましょう。高須、さあ、同点のチャンス。その一振りで追いつけるんでしょうか。低め打ちました。センター返し。きれいに抜けていきました。さあ、セカンドランナー、三塁向けた。さあ、ヒットが出ました。セカンドランナー、今ホームイン。2回に追いつきました。イーグルス点を取られたらすぐに取り返します。同点です。そして次の3番月平、3回の表2アウトです。まず初球、最初は見ていきます。ワンナッシングです。ここで同点を許しています。さあ第2球、痛烈な当たり、打球はセカンドへ。一塁送球、一塁これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。さあバファローズ、この後トップバッターからの打順となります。3回の裏バファローズの攻撃、こちらもバッターが2打席目に入っていきます。坂口、どこから狙うか。初球打ち、抑えた。一塁送ります。アウトです。守備には定評があります。うーん、素晴らしい、いい守備しましたよ。ほんと固い守りでした。ピッチャーを勇気づける見事なプレー。そうですね、これでさらに気持ちが乗っていくでしょう。一つのプレーが様々な波及効果を持つんですね。次のバッターです。大村、今日2度目のバッターボックスに入っています。さあ初球はどうでしょうか。まずは見送りました。ボールカウント1ストライク。この前の打席はきっちり捉えたんですが、ショートゴロに終わっています。2球目はどうでしょう。あっと打った、これもショートへ転がった。一塁に送ります。アウト。一塁はアウト。接戦の中で貴重なホームランを浴びました。先ほど捉えられたボールを
配球表でご覧ください。先頭バッターは内野ゴロ、その後も内野ゴロでツーアウトになりました。第1球はどうか。初球チェンジアップから入りました。この球は入りません。先ほどの最初の打席、先制となるソロホームランを放っています。丁寧にコーナーをつきます。平行カウント1エンド1。順調にツーアウトにしています。3球目はどうぞ。いい当たり、レフトへ、レフトへ上がった。変化球はわずかに外れました。次が5球目。さあこれは痛烈だ。さあどういった。あっとスイングアウト三振、クリアアウトチェン、ホームランの敵討ちを果たしました。さあ今のシーンです。その他のプロ野球です。まずマリンスタジアムです。1対0マリーンズがリードしています。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧のような感じです。2回の第1打席、同点のソロホームランを打っています。初球しっかり叩いた。素直なバッティングはセンターに逃げます。ノーアウトからランナーを出します。さあ今のバッティングなんですが、赤尾さん、今の変化球にしっかりとついていってんですよね。その球を打ってヒットにしました。そして打順が変わります。ベニノー、小松、今日は3回までを投げ許したヒットが4本、この回は1本がありました。バッとこぼしている。さあこれはどうか。これは間に合いました。アウトです。ファーストゴロに終わりました。ワンアウトになって次のバッターになります。さあ勝ち越しの場面で打順が回ってきました。第1球、まず変化球で空振りさせました。ワンナッシングです。小松、4回ワンアウトまで来ています。そして2点を与えています。今度はまっすぐできました。ワンエンドワン。この前の打席はいい当たりだったんですが、ファーストゴロに倒れています。今度は緩いボールできました。思わずねバット出ちゃいましたね。ええ、ボール球を振った今の場面です。次が4球目。これも強い当たりだ。これも強烈な打球。さあ6球目はどうする。変化球打ちました。これはショート取りました。一塁へ。一塁、これは余裕でアウト。ショートゴロに終わっています。あのゴロだとランナー進めませんからね。あ、そうですね。小松、今日は4回途中までを投げて打たれたヒットが4本、そして2失点というピッチング。最初は見ていきます。ノンストライク1ボール。ここまでは両チーム1本ずつのホームランが出ています。外の球、これは入りました。ワンエンドワンです。2対2、振り出しに戻りました。さあ3球目は変化球が高めに外れます。カウント1エンド2。今日奪った三振の数は2となっています。バッティングカウントになった。当てただけのバッティング、チャンスを生かせませんでした。今のはスライドしましたけど、ちょっと引っ掛けましたね。気の抜けないゲームが続いていきます。そうですね、こういうゲームは我慢比べですね。チームに緩みが出るといけません。4回の裏、バファローズの攻撃、 DH からの打順になります。どうぞ。4回の裏ノーアウトです。まずは初球ストレート、カウント1ストライクノーボールです。ラズナ、ここまで許したヒットの数は3となっています。いい当たり、大きいぞ。どうだどうだ、これは問題ありません。これは強烈な当たり。センターへの打球は一瞬のうちにライトスタンドに吸い込まれました。4回の裏ホームランが飛び出しました。試合中盤、ホームランでリードを取ります。今ホームイン3対2。さあ今のバッティングなんですが、赤尾さん、それにしてもね、いいバッティングしましたよ。ねえ、そうですね。1点を追加、勝ち越しました。1点差。次のバッターに変わります。ラロッカ、奥から行く。
まずはストライク、枠いっぱいに決めていました。2回目の打席はどうでしょうか。高め、ちょっと力入りすぎじゃないですか。はい、豪快に振ってきました。これはちょっと変化しました。バッター我慢しましたね。はい、最後まで見ていました。次の4球目、今度もいい当たり。これはレフト線に上がったワンバウンドフェア、レフト線に行きました。2打席連続のヒットになった。ランナーが出ます。打ったバッターは2塁へ向かいます。高尾さん、今のバッティングは。今のはね、きっちりと変化球についていってんですよ。はい、その球をヒットにした今の打席です。さあ、そして6番に回ります。下山、この追加点のチャンス、リードを大きくできるでしょうか。バファローレフトへのツーベースヒットでランナーを出しました。その初球は外のボール、ワンストライクです。得点差わずか1点、バファローズがリードしています。さあ、次はどう攻めるか。また大きな変化球を持ってきました。ツーストライクノーボール。一気に来るか。外れました。2エンド1。これもいい当たりだ。これはショートになります。取った。一塁送球、アウト。ショートゴロに終わりました。ちょっとね、右方向を意識したかったですね。はい、そうなんですね。これが2回目のバッターボックス。さあ、初球はどうでしょうか。最初はストライク、ワンストライクノーボール。ラズナー、4回ワンアウトまで来ています。そして3点を許しています。当てただけ、右方向。ちょっと引っ掛けた感じしますね。余裕を持って取りました。ファーストフライに終わりました。ランナー進塁できませんでしたけどね。はい、ですね。どこから狙うか。初球わずかに外れてボール。この球はボールになります。この回勝ち越しを許しています。ストレートできました。2球ともインコースを攻めています。これが2回目の打席。さあ、3投目、インコース来ました。2エンド1です。さあ、4投目、セカンドで転がった。これでチェンジとなりそうです。一塁へ、一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。緊張感を持続しながらのきつい試合が続きます。そうですね、特にピッチャーは援護が欲しいはずですから。監督コーチも胃の痛むような展開です。さあ、どんなイメージで打席に入ったでしょうか。そうですね、狙うボールも飛ばす方向もイメージできてると思いますよ。なるほどね。とにかくピッチャーに嫌な打者だなと思わせたいでしょうね。どんなボールをどう打つか、今後の印象になっていきます。初球狙って空振りです。今のはね、ピッチャー得しましたよ。あ、ボール球ですか。それを振っていきました。2投目、これは変化球決めました。これも外目に行きました。外、外れてボール。カウント2エンド1。引っ掛けましたね。ショートフライに終わりました。次のバッターが入ります。島、この回はワンアウトになっています。初球は変化球から入りました。もうワン、今日の奪三振の数は2となっています。今度は大きな変化球、ワンエンドワン。この前の第1打席、セカンドゴロに倒れています。3球目、これは見送りました。ボールカウント1エンド2。
松5回ワンアウトまで来ています。そして4安打を打たれています。ストライクです。ボールを操ってきます。さあ何を見せるか。打っていった。打球は左へ。さあ6球目。アウトコース打って、これはセンターへの打球。取りました。2アウトになっています。次のバッターはどうでしょうか。渡辺直人、5回の表2アウトです。これが今日3回目の打席。最初の1球変化球取りました。一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。さあバファローズ、この後9番から始まります。5回の裏バファローズの攻撃、バッター山崎浩二、右打席です。2回目の打席はどうでしょうか。まずは初球見送りました。この球は入りません。ここまでのバファローズ、ヒットは5本、3得点という今日のゲームです。バファローズがリードしています。空振りになります。カウントはエンドワン。2回の最初の打席、見逃しの三振に終わっています。外のボールはガッと、さあどうだ、今拾ったかどうか。一塁に送ります。アウト。ナイスフィールディング。いやこれはね、やっぱり守備の方を褒めたいですね。まあ打った方としては残念でした。セカンドゴロに倒れました。打順が変わります。坂口、ワンアウトになっています。何から持ってくるか。まずはシュートから入りました。ボールカウントノーワン。今日3回目のバッターボックスです。2投目はさあ、これはいい当たり。セカンドへの打球、一塁へ。アウト。セカンドゴロに終わっています。バッター大村、3対2バファローズがリードしています。初球はボールになりました。この球は枠に入りません。奪った三振の数が2となっています。ストライク。ワンエンドワンです。ダズナー、この5回途中までを投げて打たれたヒットが5本、失点は3となっています。まっすぐが決まりました。追い込みました。146キロです。ここは見ます。カウント2エンド2。初球は手を出しません。ワンボールになりました。ラズナー、5回2アウトまで来ています。そして6安打を打たれています。この球は低めに決まった。ワンエンドワン。2アウトランナー1塁です。さあ第3球、カーブできました。ちょっとね、一発狙ってんじゃないですか。はい、大きな空振りでした。さあ第4球、外のボール打って、これはピッチャー正面破った。これはセンターへ転がっていきます。ファーストランナーは二塁に止まります。センターへのヒットになりました。ここは慎重にいかなければなりません。先ほどのホームランの配球です。4回の勝ち越しとなるソロホームランを放っています。初球空振りです。気合の投球を見せます。ラズナ、今日は5回途中までを投げて打たれたヒットが7本。打っていったが、これはショートゴロになりそうです。2塁へ。アウト。3アウトチェンジ。さあ今度の攻撃で流れを変えていくことができるでしょうか。まあ少し目先を変えて攻撃していかないといけないでしょうね。何か突破口が欲しい両チームです。
スカイマークスタジアムは6回の表イーグルスの攻撃、先頭バッターは2番高須、右のバッターボックスに入っています。小松、今日の5回までのピッチング、許したヒットが4本、失点は2となっています。初球スライダーで入りました。ボールにしてきました。高須、5回には華麗な守備を見せました。2球目はどう攻めた。変化球持ってきました。ボールカウント1エンド1。ここまで5回2点を失っています。外へ。今の変化球にですね、振らされた感じでしょうね。ええ、まっすぐを狙っていったのかもしれません。次が4球目。ストレートを外れました。ボールカウント2エンド2。さあ5球目。ここは変化球、フルカウントになっています。さあ2エンド3。低めを打ってフルワラインには取りました。このままキャンバスに入ってアウトです。ファーストゴロに終わっています。そしてバッター鉄平、左ボックスに入りました。これが今日3回目の打席。最初は変化球持ってきました。カウントワンストライクノーボールです。この試合の奪三振の数が2となっています。さあ2球目。あっと変化球、ツーストライクです。さあ外してくるのか。これは変化球、これは外れました。さあ第4球。変化球は外れました。審判の判定はボール。際どいですけどね。はい、バットは出ませんでした。さあフルカウントになった。あっと強い当たり、出た、三遊間を抜けていきます。さあヒットが出ました。これがこの試合初めてのヒットになります。そしてホームランバッターの登場です。山崎、その注目のバッターボックスです。初球振りません。ワンストライク。先頭打者は内野ゴロ。その後ヒットを許しています。低めのボール際どい、ツーストライクノーボール。これでアウトカウントが2つ。センターフライに終わりました。この展開でこの打順、どうしても快音を期待してしまいます。次の、そのバッターボックスです。どこから狙うか。これも強烈な打球、ライトへ上がった。さあ2球目。変化しました。今のはですね、スライダーに対応できませんでしたね。取って、これで3アウト。さあバファローズ、この後5番から始まります。6回の裏、バファローズの攻撃、トップバッターはラロッカ。さあどこから来るか。これは外れました。ノーアウト。ここまでのバファローズ、ヒットが7本、そして3点を入れています。バファローズがリードしています。あっと今度は大きな変化球、ボールカウントノーツー。ラズナ、今日は5回までを投げて許したヒットが7本、失点3の内容です。低いボール打ち上げてセンターです。ちょっと変化球に詰まりましたね。センターフライに倒れました。そして次の6番下山、奪った三振の数が2となっています。最初は高め、ここは1球外します。さあバファローズ、今日のゲームはリードしています。さあどうでしょう。
カーブを投げてきました。カウント1エンド1。さあ3回目のバッターボックス、次が3球目。低めに入りました。今のは反応できませんでした。打順が移ります。阿部、右の打席に入りました。第1球、佐々木朗希、打った打球のライン際、切れるか。一塁送球、アウトです。華麗なプレーでした。しかし固い守りでしたね。はい、気持ちのいいプレーでした。ゲームは中盤6回を終了、バファローズ2度目の三者凡退に終わっています。7回の表、イーグルスの攻撃。先頭のバッター、草野。2連戦の2日目、最終戦は7回の表まで来ました。強烈な打球、初球しっかり捉えた。センターへ上がっている。センターフライに終わりました。次のバッターが入ります。宮部、右打席に入っています。どこから攻めるか。これもいい当たりだ。ピッチャー返し、あっと破りました。センターへのヒット。さあ、ヒットになった。これは同点のランナーになる。さあ、ここまで1人で投げてきました。最後までのスタミナは残っているんでしょうか。バファロー、2番手ピッチャーをマウンドに送ります。大久保、中6日置いての登板になります。イーグルス打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。そして次のバッターを迎えます。中村雅人、バッターボックスに入ります。今日3回目のバッターボックスです。これも強い当たりだ。打球のセカンドへ。さあ、ランナーは2塁に到達しています。ライトへのヒットが出ました。得点圏での気持ちの入り方は全然違いますよね。そこはやはり打者としての責任ですよね。まあ野球は点取りゲームですからね。この回ワンアウトからのヒット、その後もヒットを許しています。どこに入れてくるか。初球インコース、ボールカウントワンストライク。今年与えた安打の数が48となっています。アウトコース、微妙なところを攻めてきます。落ちるボール打って、これはピッチャー取って、二塁フォースアウト、一塁転送、一塁マウント、ゲッツー成功、スリーアウトチェンジ。さあ、バファローズ7番から始まります。最も良いところから出ます。ノーヒット、黄色待ちが待ってます。さあ、バファローズバッターさん、イーグルス2番手ピッチャーを送ります。青山、これで今年の登板数は25となっています。バファローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。7回の裏、バファローズの攻撃、8番からの打順になります。横山、追加点が欲しい展開。まずは出塁したい場面です。最初は見ていきます。これは手を出させません。依然として1点差、バファローズがリードしています。外へのストライクは2ストライクです。打順が変わります。山崎浩二、右の打席に入りました。これが今日3回目の打席。最初から落としてきました。この球は外れています。さあ、バファローズ今日はリードを取っています。2球目、今度はスライダーできました。ボールカウント1エンド1。まず先頭バッターから三振を奪っています。3投目、強い当たり、レフト線に上がった。三塁線の当たりはファウルになりました。さあ、4投目、あっと強烈な当たり、左への打球、レフト線に上がった。しかし、この打球はファウルボール。空を切って2者連続三振。最後はストレートで空を切らせました。そしてバッターは1番坂口、7回裏2アウトです。まず初球、
ショートへ、一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。途中経過です。千葉マリンスタジアムです。1対0、現在5回の裏、マリーンズの攻撃中です。バファローズ3番手ピッチャーをマウンドに上げます。清水、今シーズンの登板数が44となっています。しっかり抑えてくるんでしょうか。点差を縮めたいこの場面、イーグルス、ここで代打を起用します。チャンスをね、作っていきたいでしょうね。天使、やはりこの先頭バッターとしては塁に出たいところです。ノーアウトランナーなし。どうですか、タオさん、イーグルスはどんな展開に持っていきたいですか。とにかくね、少しでも返したいですよ。はい、ここは点を入れるしかありません。まずこれは大きく外れました。バッテリー外してきます。ここまでのイーグルス、打ったヒットは7本、2得点という内容です。バファローズがリードしています。今度はストレートを持ってきました。2ボールになりました。攻撃中のイーグルス、前の攻撃では2人残塁、そして2得点に終わっています。スライダーを投げてきました。これは見送っただけになりました。しかしこれはセンターが追いつきます。センターフライに倒れました。そして次の2番高須、右の打席です。今日の成績をご紹介しましょう。3打数1安打、内へのボール打った、ショートへの当たり、取って一塁へ送ります。一塁アウト、アウトです。そしてクリーンアップへと続きます。鉄平、8回の表2アウトです。バッター2人を打ち取っています。最初はストレートから持ってきました。ワンボールです。このゲームはここまで3打数の1安打。次の第2球、わっと変化球、ボールが続きました。鉄平、今日のゲームは1回出塁しています。さあ、この当たりはトップバッターは内野フライ。その後は内野ゴロに終わらせました。さあ、バッティングカウントどう攻めるか。ボールになります。ワンスリーです。6回の第3打席、レフトへのシングルヒットを記録しています。次が5球目、ドンピシャのタイミング、伸びていって、伸びていって、伸びて伸びて、このまま飛び込んだ、同点ホームラン。鉄平、これでホームランの数を10としています。8回の表、同点のホームランを放ちました。終盤ホームランで追いつきます。そして同点のホームイン、3対3。今のホームラン、どうご覧になりましたか。今の変化球だったら打たれますよ。はい、1点を返します。ここで同点にしています。チームを活気づける同点ホームランです。これはね、残りのイニングに弾みがつきますね。そうですか。となると追いついた方に勢いがついていくんでしょうか。打順が移ります。山崎隆史、この回2アウトまでは簡単に行きました。しかしその後ホームランを打たれました。どこから攻めるか。まず最初のボールを決めていきました。ワンストライクノーボール。ここまではホームランが1本あります。低めを打って、ストレートを打って、これはピッチャー正面、一塁へ、一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。さあ、バファローズ、この後2番から始まります。イーグルス守備が変わります。チーム、この回からショートの守備につきます。8回の裏、バファローズの攻撃、打順は2番から回ります。ホームラン、まずは初球見送りました。カウントノーワン。今日の成績をご紹介しましょう。3打数1安打、2投目は、さあ、この当たりはライトに上がっていい当たり、ホームラン、一度の出塁がありました。今日のゲームです。打った、ショートです。ショートが抑えます。一塁に送ります。アウト、一塁はアウト、ショートゴロに終わっています。打順は次に変わります。カブレラ、青山、7回からマウンドに上がりました。依然1人のランナーも許していません。最初は低め、中に入れてきました。カウントワンストライクノーボールです。
この回はワンアウトになっています。変化球を打っていった、打球は左、決まった、三球三振。打順が移ります。どうぞ。8回裏の攻撃、ツーアウト、5回の打席、ショートゴロに倒れています。ショートへの当たり、抑えた、一塁へ送ります。一塁はアウトで、スリーアウトチェンジになります。8回を終了しています。バファロー4回目の三者凡退に倒れています。9回の表イーグルスの攻撃、この回の先頭バッターセニノー、まずは出塁、チャンスを作っていきたいところです。もしホームランですとクリーンアップ全員がホームランですよ。はい、それをファンも期待していることでしょう。変化球でまず空振りです。ワンストライクノーボール。これが4回目の打席。大きな打球になった、レフトへ上がった、レフトへ、外のボール、2エンド1。次が4球目、外れてボール、2ストライク2ボール。いい当たり、左へ、レフトに上がっています。さあ、この打球はこれはセンターに抜けます。ヒットになった。センターへの打球はヒットになりました。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。気になる攻撃です。まあ、単独盗塁はないと思うんですけどね。どうでしょう。接戦の突破口としてはあるんじゃないでしょうか。さあ、イーグルス、ファーストに代走を送ります。横が塁についています。さあ、打順は6番となりました。草野、左の打席です。ヒットのランナーを許しています。初球です。まずは外から来ました。ボールカウント1ストライク。今日ここまでは3打数ノーヒット。まだヒットはありません。センターに持っていきました。前進前進します。一塁に送ります。センターフライに終わりました。そして次のバッターとなります。ニアで先頭打者にヒット、その後外野フライに打ち取りました。初球はボールになりました。ワンボールになりました。今日のここまでは3打数の1安打2投目。今度もストレートできました。ワンストライクワンボール。ワンアウトになっています。3球目はどうする。変化球です。ワンエンド2になっています。清水3番手ピッチャーとしてマウンドに上がりました。まだ2安打しか許していません。カット、いい当たり、これは大きい、これは大きな打球だ、入った、ホームラン、勝ち越しのツーランホームラン。ニアで今シーズンの第11号。9回の表、このゲーム5本目のホームランが飛び出しました。今ホームに戻ってきました。5対3。さあ、赤尾さん、今のはここでホームランとはね、ピッチャーも頭になかったでしょう。あ、ですね、2点が加わります。この最終回、ついに勝ち越しを決めました。今のホームランが答えたんでしょうか。ここは一息入れます。バファロー3回目のピッチャー交代です。ノブエ、2点をリードされての登板となります。イーグルス打線をどう抑えてくるんでしょうか。バッター中村雅人、打席に入ります。どこに入れてくるか。初球を投げてストライク、カウント1ストライクノーボールです。この回勝ち越しを許しています。これは変化しました。このカーブで追い込んでいます。三球三振。さあ、もう一回今のシーンです。そしてバッター島、右バッターボックスに入ります。ツーアウトになっています。まず低め、膝元をついてきました。ボールカウントノーワン。
5-3、イーグルスがリードしています。見送ります。1球2球と続けてボールを投げてきました。2アウトランナーはありません。さあ3球目は、今度はまっすぐ打ちました。カウント1&2。今日のバッティング3打数でノーヒット、まだヒットは出ていません。横へ曲げてきました。ボールカウント2&2。さあ何を見せるか。あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。さあ今のプレーご覧いただきましょう。さあバファローズ、次の攻撃は5番からということになります。この2点差の場面でのマウンドになります。さあ最終回どんなピッチングを見せるのか。9回の裏、最後の攻撃になりました。バッターラロッカ、この場面はどうしても出塁しなければなりません。まあ、クリーンアップで1人だけホームランが出てませんからね。はい、それをこの打席も見ることになるんでしょうか。初球から入れてきました。149キロです。6回の前の打席、センターフライに終わっています。ここは見ます。内へ2つ続きました。次の配球は三球三振、空振り。最後は思い切って投げ込んできました。もう一度振り返りましょう。そしてバッターは6番下山。この回はワンアウトになっています。どこに出てくるんでしょうか。ストレート打ちました。セカンドへの打球、セカンドが取ります。一塁へ、一塁はアウトです。セカンドゴロに終わりました。次のバッターが入ります。阿部、この打席で試合の行方が決まります。勝利まであと1人になった。最初は見ていきます。今日はボールがよく走っています。ツーアウトになっています。打ったバッターは二塁へ、ツーベースヒット、レフト線へのツーベースになりました。さあランナーが出ました。横山、この場面でのバッティングはどうでしょうか。この前の第3打席、見逃しの三振に倒れています。最初は内から入りました。まっすぐはですね、必ずまっすぐ来るとは限りませんからね。あ、そうですよね。横山、このゲームはここまで全て凡退しています。フレートを打って打球はライン際、決めるか。これで決めるか。今のはちょっと危ない投球です。今度は落としてきました。ボールカウント2エンド1。次の4球目、これで痛烈な打球、これはサード取った。一塁送球、これで3アウト、試合終了。5-3、この2連戦の2日目もイーグルス、バファローズを下しました。最後も勝って連勝しました。青山、無傷の4勝目を挙げています。富山、結局無失点、セーブを挙げています。勝利監督を迎えてインタビューが行われています。回戦の模様をご覧いただきました。この放送の解説は田尾康さん、そして黒木智弘さんでお届けしました。楽しい解説をありがとうございました。どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。